はるんわぁ、壊れるの、そんな外れるぞ。ちょっとおしゃれな、立っとる時点でおしゃれじゃないか。ちょっとおしゃれ、おしゃれじゃん。おしゃれ、お下げ。おしゃれって、お前はそれおしゃれと思った。うわぁ、かっこ悪くない、こんな目立ち。そんなとこもあるん、なんかお前ふざけと。自分もまんま乗らんと思って、ふざけてしようやな、うん、ちょっと足回り、ちょっと帰ってやってみます、足回り。こんなところに貼っても効果がある。なんかどうか分からん。みんな貼っとる。みんな貼っと。見たらどうなるっち？あ？そしたらどうなるっち？ショックの動きが良くなる。ああ、乗り心地が良くなるっちったか。なるかどうかしないの？そんなん分かるほどは変わるんか？どこどこに貼るか言えよ。勝手にどんどん貼っていかして。俺が乗っても分からん。乗らんて。私が乗っても分からん。バネに貼って意味があるんかな。え？バネに貼って意味があるんかねって。こんなとこに静電気が止まるんか。一歩動くけ止まるんやない。摩擦で。摩擦するとこなんかない。いや、それがこう上下に動く。タイヤとあれとの摩擦で。無視か。は？無視か。何が？何か言った？言ったよ、大事な話したよ。何？摩擦が起こるち。静電気が起こるち。これもそんな役目やないのか、こんなこと。磁石やない。磁気。鉛や。鉛？うん。こんなみんなついとんかな。オイルバランスとっとん。みんなついとんかな。うん。みんなっつうか、みんなついてない人もおるわね。こんなんでバランスが取れるのね。で、前はどこ貼り忘れたって、ここにあるの忘れた。しよう。四方。どうした？自分の顔に振った。綺麗になってビカビカになる顔が。無視か。ちょいちょいまあ無視するよな。人が喋るカメラがしてあるよ。これを貼ることによって、うん、タイヤのノイズが減る。ノイズ？うん。ノイズってどういうこと？タイヤが転がって摩擦で音が鳴るやろ。鳴る。鳴るん。どんな音か。シュッ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 。ゴロ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 。スタッドレスタイヤとか、オフロードのタイヤの車が来たらうるさいね。うんうんうん。あれと一緒。そんな音がしよう、これからも。うん。そんな気にならんけど。貼っとるよ。ん？貼っとるよ。忘
忘れたん貼っとる。貼っとるの？あ？貼っとるの？貼っとってまた外す。またつける。何が？俺のテープ貼ってある。うん。外す必要がある。これに貼るのか。あら。また無駄な作業した。これが俗に言う二度手間っちゅう。そうだ、貼るとこだけじゃないでも全部きれいにしてくれりゃなんついでに。そんな面倒なことはしません。一番面倒なこと今してますけど、貼ってつけてまた外して、あれそれより面倒じゃないやない、シュッとするぐらいね。こんな効果があるかどうかもわからんことをね、お金かけて時間かけて、いやそんない。燃費が伸びる。燃費が伸びる。燃費がどれぐらいかわからんけど、お前車乗って何もなりそうだね。乗っとるだけだけ。足回りも張ってきました。まあ、走り出して10分ぐらい経つんですけどね、まず最初に思ったのがね、車が軽く感じた。ハンドルもなんか若干軽くなったような気がする。ハンドルの下に波動や張ったやつ、あれだけじゃあんまり効果がないんじゃないかな。うわーふわーっと、この表現は良くないかもしれんけど、路面からなんかふわーっと浮いておるような感じ。この道路のギャップ、このギャップの拾い方がね、ドンって底抜きは今でもやっぱなるようんやけど、今までのその底抜きドンってなるやつが小刻みになって、これはもう多分間違いなくなってます。路面追従性っていうかね、路面によく吸い付いてるような感じ。路面の凹凸にちゃんとサスペンションがついていってるような。ハンドルもやっぱ軽くなったもん、これ間違いなく。これはやって正解じゃない。エンジン周りとかその他もろもろはなんかあんまり違いがわからんかったんやけど、アルミホイルの裏にアルミテープを貼るとね、タイヤのノイズが消えるってみんな言ってるんですけど、アルミテープ貼る前のノイズがどんなやったか覚えてない。劇的に変わったんじゃないかな。気のせいかな。いやー変わったと思うけどな。よく乗る嫁さんが乗れば一番いいんやけど。急に曲がらない喧嘩。そんなハンドリングが良くなったか。なんか。正直な正直な感想を言ってごらん。いやまだ分かんない今そこからそこまで乗ったら。まあ、フロントガラスのシールも貼り替えてないやないか。なんでそんなすぐ怒る。皆さんどう思いますか。重くなった？ハンドルが大きくなった。そういうことは軽くなったってこと。ハンドルが重くじゃない、大きく感じるってことはハンドルが軽く感じるってこと。知らんけど。ラットやろ。いやそんな気がするけど、前もこんなんやったんかがわからん。いやいや足回りは
劇的に柔らかくなってる、うん、だって劇的に変わっとるよ足回り。俺も乗っては、足回りが変わったって思ったもん。ようタイプの方あれ。だって高級車寄りになっとる。でも高級車まではいかんけど、その辺のライトバンとかあの辺ぐらいになっちゃう。ワイパーの方も買ってきて、もう今からもう梅雨やけさ、もうちょっとあれ見えんわ、もう暗い時はね。あ？うん、ワイパーのゴム、うん、もう買い時じゃないとか言っとられんのは見にくいんや。安全が第一やから、今買える時やないとか言っとられんて。そんなこと一言も言ってない。言ったやん、私がワイパー買い出したら、ワイパーは今買う。それはお前冬の話やん、冬の時やん。じゃあそろそろワイパー買えようかち言えばいいんや。黙っとるか言わんって買えん。安全靴買っても、安全靴買ってもらいます、安全靴。すごいね、安全靴、私の今履いてる安全靴、そこに穴が開いてます。雨降り、中に水が入ってきます。変わったやろ。なんかこの溝のこんなあるやん、マンホールの。うん、なんか今ちょうど通ったとこがあるかもしれんけど、なんかドンドンっていうのはなんかないね。ないやろ。なんかまあどんどん、まあ、このマンホールのあれにもよるんやろうけど、どんどんはあるけど、その今まではなんかドンやったのが、うん、トントンみたいな感じやろ。そうそうそう、なんか駆け足で行きよるみたいな感じやろ。だって路面をよく追従しようよ。はい、皆さん、あれホイールに貼ったのも意味があるってこと。タイヤのノイズ減ったような気がせん。ノイズってな、あ、ほんと。俺もその辺はよくわからん。なんかちょっと浮いて走るような感じが。そうやろ。見て、皆さん見て。私が言った通りでしょ。ね。私には違いがわからない。見て、さっき俺、試運転した時、俺言ったんよ、さっき。なんか車が浮いたような感じ。な、同じこと言う。いや、もういや、最悪。なんだよ。お前と同じこと言うとか、いや、お前と同じ発想とか、いや。いや、それが、それがリアルな、リアル。リアルかもしれない。これで、お前と同じ発想をしたっていうのが、いや。